優勝したウサインボルト2008年北京オリンピックの陸上競技男子100メートルは2008年8月15日16日にかけて北京国家体育場で行われた決勝はジャマイカのウサインボルトが9秒69の世界記録を打ち立て優勝したイギリスのクリス・アカブ氏はボルトが決勝で フィニッシュラインの前で両手を広げ、胸を叩きながらゴールしたことに対し、そのような行動をしなければ、さらに良い世界記録が出せたと批判した。国際オリンピック委員会の会長、ジャック・ロゲもボルトの行いは敬意に欠けていると非難した。これに対しボルトは、喜びのあまり言った行為であり、自慢する目的で行ったわけではないと主張した。 以下の記録のすべての数字の単位は秒である。なお次の略称が使われている一次予選は8月15日に行われた。各組の上位3名と、さらにその他のタイム上位10名の、計40名が二次予選へと進める。1組、2組、3組、4組、5組、6組、7組、8組、9組、10組、二次予選は8月15日に行われた。各組の上位3名と、 その他最も早かった選手の計16名が準決勝へと進める。1組2組3組4組5組、準決勝は8月16日に行われた。各組の上位4名が決勝へと進める。セミファイナル12組決勝は8月16日に行われた。ありがとうございます。